はい、こんにちは、ジャマです。今回は、バッキーキングオブソウルで動画撮ろうと思います。ということでね、やっとね、総合力50万超えました、あ、50万じゃない、5万超えましたね。まあ、といってもね、ギリギリ超えたとこなんで、まあそんなにね、まだ、実感はないですけどね、強くなったかどうかって言われても。で、まあ日付変わって無料ガチャ引くついでになんですけど、またね、等身祭、2回目始まりましたね。このお弁当早食いイベント。まあ、普段、普段やってる対人戦のやつで、お弁当箱からイベント用のポイントが出ますよと。で、また集めて交換所へだったり、まあ、ランキングの報酬だったり、手に入れましょうね、というやつですね。で、今回の交換に関しても、星5、確定が4000ポイント、技持ちが6000ポイントということでね、技持ち 10% が6000ポイントということでね、まあ、1万目指して頑張りましょうと。で、まあ余ったりね、ちょっと中途半端にたどり着けなかった時は、闘魂ガチャ除があるので、まあ前回よりはね、半端なポイントは消化しやすいのかなという感じですかね。で、ちなみに、これね、イベント始まる前から溜め込んどいたんですが、一歩のね、ファイソルの方だと、イベント始まる前からストックしてた弁当箱も、イベント始まってから開けるとね、イベントのポイント入ってる仕様だったので、まあ、今回もね、こっちもそうなのかなということで、確認がてら、開けずに取っといたやつなんですが、やっぱりね、イベントのポイントをちゃんと、イベント始まる前に持ってたお弁当箱にもね、入ってますね。はい、という感じで、まあちょっとだけ有利に始められましたよという感じかな。まあとりあえず、今日の分のね、無料ガチャ引きましょう。グラップラーモード入ったら追加するチケットで。さあ、地上最強を目指して何が悪い。まあまずはね、まあモードに入るかどうかですね。さあ、まあでも星4が意外と、お、意外と入ってる。めちゃめちゃ入ってる。上1列星4って初めてじゃない？やるね。お、5枚か全部で。はい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 。お、そしてグラップラーモード入りましたね。じゃあチケットで追撃しましょう。いけ。33枚ある。さあ、ここでちょっと星5を手に入れたいところ。地上最強を目指して何が悪い？あるね。1枚あるね。オッケー。まあ1枚でもね、10円で出てくれれば、十分な収穫と言えるでしょう。さあ、何が来る？ああ、得だ。そこはね、でもちょっとね、素早さより HP の方が恩恵でかいと思ってる派なので、ちょっと星5だけど微妙なとこですね。もう一回行きましょう。さあ、頼む。なんか、ちょっと戦力アップしそうな、ていうか、オリバがいいね、オリバ。地上最強を目指して何が悪い。オリバ来い。オリバ来い。っていうか、ジャックと渋川はいつ来るの？一応ね、毎月1日に、星6来るっていう流れだとね、ファイソルと同じような感じだったら、なると思うので、まぁ、ちょっとね、5月の星6予想とかね、そういうのもしてもいいかなと思ってたりもするんですが、さあ、もう一回行きましょう。まだグラップラーモード継続してる。誰だろうね。死刑囚の星6を出す気があるかどうかとかでも結構違うと思うんだけど、あー、ここは外したか。そうね、まあ死刑囚の星6は出さないという感じだったら、まあこの辺りで渋川先生来るかなとか思うけど、多分ね、1周年は裕次郎っていう予想でいるんだけど、ハーフアニバ各回をあるかどうかっていうところで結構変わる気がするんだよね。ハーフアニバーサリーで各回をとかっていう風になるんだとしたら、まあハーフアニバまでの月1って考えるとね、あと4回とかなので、まあ闘技場戦士の星6だけ出して、ハーフアニバーサリー各回を出して、まあ後半何が来るだろうなって感じだけど、あとね、もしファイソルと似た流れで来るとしたら、ハーフアニバーサリーのちょっと前に井上尚弥コラボに近いものが来るんじゃないかという予想もしてるんだけど、
それがあるとしたらバキの場合なんだろうねっていうね。まあなんかコメントでね、なんかちょっと、誰々さんかなみたいなのあったと思うんだけど、おっとちょっと待って、こっちか、ドリアンをプラス2にしましょう。まあね、そういうリアルコラボをこっちでもやるかどうか、もしくはね、まあバキの方ではリアル路線でコラボしないで、そうね、まあ何とコラボするだろうね。でもコラボガチャは表示しませんみたいな書き、あれをね、キャラの一覧のとこに書いてあったりしたから、コラボ自体は何か計画はねしてるんじゃないかなとも思うんだけどね。まあまだね、ちょっと、2ヶ月目リリースしてね、1ヶ月目っていうか、まあ翌月なので、どういう流れで来るかがね完全には見えてないんだけど、今のところで言うと月初に星6来て、真ん中場に星5新キャラを出すよと、そういう流れなので、まあ来月以降もその流れで定着するようならね、毎月1回星6予想星5予想をやってみてもいいのかなとかね、そんなことを思ったりもしてるんですが、まあそんなとこですねまあ残りはちょっと動画外でくっつけておこうかなってことで、まあ今回はね、等身祭またね、お弁当の早食い競争始まってますよという感じでね、やっていきましょう。まあせっかくね、等身祭やってるから、まあ今回はね、ちょっと、ガチャも引いたし、グラップラーモード入ってね、結構長めに撮ったので区切りますけど、まあせっかく等身祭やってるんでね、ランク戦の、動画とか久しぶりに撮ってみてもいいかなという感じですね。お、ドリアンが、重なったことで、総合力ね700ポイントぐらい上がりましたね。はい、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。